回はドローン空撮上達のコツ、時間帯でどんな光になるのかチェックしようということで紹介していきます。ドローン空撮でですね、ロケーション選び、場所選びは最も重要な項目なんですけれども、同時に撮影する時間帯も大切になってきます。今回は4つのですね、時間帯、朝日、日中の光、日没の 1,2 時間前、4つ目に夕日、それぞれの特徴と実際の映像作例を紹介していきますので、よろしくお願いします。はい、一番最初に紹介するのが朝日です。朝日と最後に紹介する夕日はマジックアワーと呼ばれるくらいですね、幻想的な映像や写真を撮影できるおすすめの時間帯になります。写真家さんによってはですね、朝日か夕日でしか写真を撮らないっていう方もいるぐらいおすすめの時間帯になります。その特徴はですね、シルエットが出て非常に立体感のある映像を撮影できるというところですね。今ちょうど流れている映像で、朝日をですね、逆光にしながら目の前にですね、木々があるんですけれども、いい感じで影ができてますよね。こういった形でですね、立体感のある映像を撮影できるという形になります。またですね、朝日自体が非常に幻想的な感じで撮影できるっていうところですね。今すごく影が伸びてますよね。こんな感じで映像を撮影できるという形になります。ただ逆にですね、その風景そのものの色がちょっと出にくいというような弱点もあります。こちらもちょっとね、昇り始めてはいるんですけれども、朝日ですね、でちょうど光を逆光にしながら撮影してるんですけれども、非常に幻想的なんですけれども、色はちょっと出にくいよっていうところですので、立体感のある映像だったりですね、そういったところを撮影するのに向いています。朝日自体はですね、非常に貴重な短い時間しかないので、ぜひですね、見逃さないように撮影するといいかなというふうに思います。はい、こちらは別の作例になるんですけれども、こちらもですね、朝日、ちょっとね、だいぶ昇り始めてはいるんですけれども、作例になります。ちょうどですね、雲海が出てますね。で、雲海とかですね、朝日、ちょうど早朝に出やすかったりするので、そういったものも相まって非常にですね、幻想的な映像を撮影できるよっていう形になります。これめっちゃ雲の上飛んでそうに見えるんですけれども、実際は30メートルとか40メートルとかそんなに高くは飛ばしてなくても、雲海の上を飛ぶと幻想的な映像を撮影できるよっていう形になります。さらにもう一つ映像作例を紹介します。こちら最近紹介した荻生峠なんですけれども、ちょうどですね、朝日が照らしているところを逆光気味に撮影しながらですね、ドローンを少しずつラダーしてフォーカスを変えていくっていう形になりますね。最初は朝日とこの全体、峠全体をですね、撮影しているんですけれども、ここから少しずつラダーしていって、朝日に照らし出されたこの紅葉そのものにフォーカスしていくよっていう形になります。朝日に照らし出されるとですね、これ特にカラーグレーディングとかしてないんですけれども、非常に紅葉がですね、幻想的に赤く染まるので、この時間はですね、ぜひおすすめの撮影時間帯になります。はい、こちらはですね、雲海を逆光で撮影した感じになるんですけれども、山々がですね、黒くシルエットで映し出されて、白い雲海が太陽に照らし出されて赤く幻想的に映るっていうところがですね、非常にいい感じかなというふうに思います。はい、2番目に紹介するのが日中の光ですね。朝日が昇りきった後から、だいたい2時か3時ぐらい、季節によっても変わるんですけれども、その時間帯ですね、ほとんどの方がこの時間帯に撮影しているのかなという感じなんですけれども、その特徴はですね、とにかく色鮮やかに撮影できるというところがおすすめのポイントになります。逆にですね、立体感が出にくいっていうところが弱点になりますね。朝日とか夕日とかに比べて太陽の光がですね、浅く入り込むわけではないので、影が出にくい。その分ですね、立体感が出にくいといったところが弱点になります。これはですね、結構海とかを撮影するのに向いてます。はい、別の作例なんですけれども、こちら海のロケーションですね。どっちにしろですね、影が出にくいロケーションなので、海を鮮やかに見せるんだったら、日の光が強く入り込むですね、日中の方がいいのかなっていう感じになります。非常にですね、青い海を綺麗に見せてくれるので、真夏とかですね、日中に撮影するんだったら海とかそういったロケーションがおすすめです。で、先ほどのですね、弱点である立体感が出にくいというところですね、補う方法がいくつかありまして、それがですね、ドローンって自由に動くことができるので、被写体とってですね、その奥行き感で立体感を生み出すというところですね。今これ海ギリギリからですね、こういった巨大な立体物を捉えて、海とのですね、差を見せつけて立体感を生み出すところですね。ちょっとこれあんまり映像作例、結構ね、この時ビビってたのであまりうまく撮れなかったんですけれども、こういった被写体で立体感を作るっていうところがポイントになります。もう一個がですね、これ地上では立体感が作りにくいんですけれども、おすすめが雲ですね。これ上見ていただくと雲がすごくモクモクとしていて、この雲自体に影がついている、
地上はですね影ができにくいんですけれども、これ真夏の入道雲みたいな感じ、ちょっと入道雲じゃないかもしれないですけれども、これ、ね、雲自体にですね日の光が差し込むことによって影ができて立体感が生まれるっていうところがおすすめかなというところですね。私自身真夏とかですね雲も結構見ながら撮影してるんですけれども、雲もうまいことですね被写体に取り込むことによって立体感を作り出すことができるよっていう形になります。はい、こちらもう一個映像作例になるんですけれども、これただ琵琶湖を撮影してるだけなんですけれども、これも真夏の2時か3時ぐらいに撮影した時間ですね。雲が非常に立体的で、まあ、同時にですね、まあ、色が非常に濃い時期、まあ、真夏の緑のいい感じの濃さが出て非常にですね立体感のある映像、これまあ言ってみるとただ滋賀県の琵琶湖なんですけれども、日本とは思えないようなですねカラーになっているよってことですね。これほとんどカラーグレーディングしてないですね、ほぼそのままで。これをですね立体感を生み出すためにもう一個ですね特徴があって、これ ND フィルター使うということですね。これ Mavic 2 Pro に ND32 の結構濃いめのフィルターを使ってるんですけれども、ドローンにサングラスをかけてあげることによって空とですね雲の立体感が非常に生みやすくなるよっていう形になります。はい、3番目に紹介するのが日没の1、2時間前の時間帯ですね。こちらも太陽が真上にある状態からちょっとね傾き出した時間帯で、もう1、2時間するともう日が沈んじゃうよっていう時間帯、この時間もですね日がだいぶですね角度が浅くなっていて日の光がいい感じで強い感じで入り込む時間帯なんですけれども、この時間ですね個人的に一番好きな時間帯ですね。はい、今映し出されているのが北海道のですね釧路湿原の映像になるんですけれども、こちらですねちょうど10月で色がですね変わり始めたいい感じの時間帯で撮影したという形ですね。ここどうしても撮影したい場所だったので、時間帯もですね結構こだわって3時とか4時とか日が沈むですねちょうど光が強く差し込む時間帯を狙って撮影した映像になります。で、今この映像なんですけれども、釧路湿原のですねこの川に対してですね光がいい感じでですね発射しているところを撮影したいなという形で、自分の狙い通りに撮影できた映像になります。はい、こちらもですねちょうど川にいい感じで光が反射していて、ちょっとね高さを変えながらいろんなアングルから撮影した形になります。これですね実際の映像作例を別の動画でですね紹介しているので、まあ、全編見たい方はぜひそちらもチェックしてみてください。はい、今度別の作例ですね。こちらもですね日が沈む、この時は真夏だったんですけれども、真夏だと5時とかそんなもんですね。で、その時間帯ですね撮影した映像になるんですけれども、この日はですねずっと曇りの1日だったんですけれども、曇りでもちょうどですね曇りの合間から光がいい感じでこぼれてくれて、まあ、天使のはしごみたいな感じになっている、すごく幻想的な映像を撮影できたっていうロケーションになります。最初いい感じで水面反射からですねスタートさせて、雲の隙間から光がですね強い光が差し込むっていうところが非常に幻想的でした。これもですね時間帯がちょうどですね日が沈む直前近くにならないとこれだけ強く差し込まないので、ここもですね時間帯、まあ、ちょっとねこれは本当に偶然だったんですけれども、非常にですねいい感じで撮影できたなと思っている映像の一つになります。はい、最後に紹介するのが夕日になります。こちらですね朝日とそんなにポイントは変わらないんですけれども、今映し出されているのは目の前のですね湖面がオレンジに染め出されていて、まあ、バックの山々が黒くシルエットになっているよっていうところが非常に幻想的かなっていうところですね。で、夕日撮影のポイントなんですけれども、カメラの設定ですね、これ夕日って日によって赤く染まらなかったりですね、結構まちまちだったりするので、ホワイトバランスを曇りにしてあげるとよりですね赤く撮影できるので、ちょっとずるいかもしれないんですけれども、ちょっと、ね、色温度を変えてあげることによって映像ではですね赤く演出することができるよっていう形になります。はい、というわけで今回はですねドローンで空撮するですね時間帯によって、まあ、どんな感じでですね光が映り込むのかっていうその特徴について紹介させていただきました。はい、どんな場所で飛ばしたいかってイメージする方は多いと思うんですけれども、時間帯まで考えて撮影しているっていう方はですねなかなかいなかったりするので、ぜひですねそのロケーションでどんな時間帯に撮影すれば、まあ、自分の理想通りの映像を撮れるのかっていうところもですね考えながらやっていただけるとより面白くなるんじゃないのかなというふうに思っております。ちょっとね今回そのドローン自体が360度好きなところにカメラを置けるので、順光とか逆光とか考えずにあまりですね紹介しちゃったんですけれども、この時の光の向きとかもですね計算するといいかなというふうに思います。まあ、このロケーションで朝日はこっちから昇るから、このロケーションこういったアングルで撮影しようというですねイメージを事前に膨らませておく、もしくはですね YouTube とかですでにそのロケーションを飛ばして映像って探せばあったりするので、
まあ、そういったところもですね、踏まえながらですね、考えて飛ばしていただくと、まあ、本当に自分の狙った通りの映像を撮影できるのかなというふうに思います。まあ、これドローンの空撮だけじゃなくて、地上からの撮影、地上から撮影している写真家さん、カメラマンさんのですね、写真とかを見ると、まあ、そのロケーションのベターなショットっていうのがよく分かったりするので、まあ、そこら辺をですね、事前に学習しながら臨むとおすすめです。ちょっとね、また機会があれば、曇りの天気だったり、晴れの天気の違いだったりとかですね、あとさ、順光とか逆光とかの違いとかも紹介できればなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、本日は以上になります。参考になればですね、幸いです。ご清聴ありがとうございました。